時間。チャス、トトです。僕はですね、今、バンコクから、南の方に、70キロぐらい行ったところにあります、メークロン市場という場所に来ております。まあ、実は、水上マーケットの動画から続けて今これ撮ってはいるんですけど、水上マーケットのところからトゥクトゥクで、20分ぐらい、爆走してもらって200バーツぐらいで僕は来ました。はい。ただここのメークロン市場は、バンコクからだと大体1時間半ぐらい、バスとかでかかるのかなっていった場所になります。でこちらになぜ来たかというと、やっぱりねバンコクタイに来たらこれを見ないわけにはいかないだろうと、もう学校の授業で散々見させられたあのシーンをね、見なきゃいけないだろうということで、メークロン市場にやってきたわけですが、皆さんご存知ですかね、覚えていらっしゃいますか。電車のスレスレにある市場、逆を返せば市場のスレスレを通る電車があるのはご存知ですかね。まあ、実際にそれがあるのがここのメークロン市場ということで、早速ね行ってみたいと思います。レッツゴー。ちなみにメークロン市場っていうのはここのね線路の中の商店街のことをメークロン市場っていうらしいんだけど、そのね周辺もこれね結構にぎわってる街だね。すごいなんかもうちょっとさ一部的なのかなと思ったけど、すごい周りもすごいにぎわってて、まあ、観光客がいっぱい来るからなのかもしれないけど、はい、意外とねちょっと楽しめる場所かなと思いました。というのもね、実際ここのこの電車が出発する時刻と到着する時刻っていうのが決まっていて、決められた時間しかちょっとここの電車が動かないんですよ。イコール決められた時間だけこのメークロン市場の中にある商店街が電車通る時にシャッターがブォーッ両サイド閉まるっていうような、そういう形になっているというので、なのでねこの電車ちょっと乗ってみたいなと思うんですけど、本当はねこれ出発と同時にチケットを買ってというかお金払って乗れるらしいんですけど、ちょっとね時間帯が合わないので、とりあえず見学だけさせてもらおうかなと思います。本当にこれバンコクまで帰れるみたいですね、これ乗って。あんまり僕もちょっと詳しく調べてないんですけど、なんかバンコクまでこれ乗って帰れるみたいですが、まあ、出てる本数が少ないのと、バスとかで比べるとやっぱり2時間倍ぐらいかかるのかな。電車はすごいあれですね、昔の日本、まあ、昭和時代なんですけど、でこうだったんだろうな、ね、なんか椅子もこれ硬そうだけどすごい工夫されてるよね。このさお尻に向かって斜めになってるから座りやすくなってるね、うん、窓もこのさ超レトロのこれ閉めるタイプのこのね、カチッてやるやつ、昔なんか地元の電車もこんなんだった気がするな、うん、オフィスワーカーということで、この先には車掌さんがいらっしゃるんですかね。なんかかっこいい服が飾られてます。ちなみにこれ押せば出れるのかな。あ、今は開かないのかなこれ。こっちは、あ、今は開かない。こちらがトイレですね。で、この電車、まあ、バンコクから来るときもこれ乗ってこれるし、逆にバンコクに帰るときも乗って帰れるらしいんですけど、僕は今回これ乗って帰ることはしないんですけど、
そう、あの観光客の一部の方ではあえてその電車に乗って、電車の中からまたそういったメークロン市場の風景を見るっていう別の角度でね、外からじゃなくて中から見るっていうのもできるみたいです。で、ちょっと降りましょうかね。で、ちなみに次ね、この電車が出るのが15時半なのかな。なのでそれまで正直ね、待たないといけないんですよ。それがあと2時間半ぐらいちょっと時間があるっていう、まあどっかで時間潰すしかないんですけど、まあ、一旦ね、ちょっとこの目黒市場入っていきましょう。はい、そしたらね、皆さんが見やすいような形でちょっと動画回していきます。はい、結構果物とかそういうものも売ってるんだけど、マジか、君そこにいた、おお、君そこにいたか、おお、豚の頭ですね。おばちゃんは何食わぬ顔して飯を食ってますが、で、ここは臭いな、魚だけどおばちゃんはかぼちゃ食ってます。はい、ここも魚ですね。魚、これは何だ、全く分からんけど頭へし折られてる。で、こちらが山菜かな、山菜で、これカニでしょ。すごい、いろんなもの売ってんだな。生きてる、お兄ちゃんが陽気に歌ってますよ。結構魚介とか多いんだね。魚、あ、そうか、あれか、海とか近いからやっぱ海鮮も多いのか、ここの町自体も。一応ね、あの皆さんと予習しておくと、ここのずらっとこのテントとかが時間になるとパシャパシャってしまって、このね、下の線路を電車がギリギリを通っていくという形でございます。でね、一応このメークロン市場自体はだいたい全長180メーターかなくらいあるみたいです。なんか台湾と同じ匂いしてきたぞ。なんでだこれ、あれかな、八角かな。え、ちなみにここの市場っていうのは、そのあんまりね、こう観光客が買い物来るっていうよりも、あの地元の人が買い物に来るっていう、まあ要はあれかな、日本でいうと電車が近く通らない築地市場みたいなところだと思います。まあ、今豊洲に移転したのか、そんなイメージかなとは思います、見てる感じ。価格も安いけど、買いに来てる人とかが全然ローカルな人だし、全然安いでしょ。なんか建物がカラフルで可愛いね、これ。で、しかもさ、このパラボナアンテナがピンク色なんだよね、可愛い、おしゃれー。床屋さんとかもある、ね、あ、さすがに床屋さんは、ね、店内にあるのか。ハロー。なんかね、やっぱね、気さくだよね。カメラ、その人に向けてるわけじゃないけど、その人にカメラが向いたら、あの反応ちゃんとしてくれるよね、やっぱタイ人の方。日本人がそうじゃないんだろうね。カメラとかで撮影していると、後ろからウェイとか入り込んでくるのが結構普通だったりするけど、日本じゃ考えられないもんな。逆になんか、何映してるんですかみたいなってことをなんか言われそうじゃない。あ、そう。で、今通ってきたのがメークロン市場という、180メーターに並ぶ、線路際に立つ市場ということで、
あ、僕がね今回来たのはあそこを電車通ってもらわないと目的達成ができないんですけど、とはいえちょっと時間があるのでちょっとどっかでね時間潰しながら待ちたいなとは思ってます。今もう15時10分になりました。で、このあと15時半かなに電車が向こうからこっちにガーッと来ます。こっちにね。なんで、まあ、こっちからガーッと来るんだけど、ここにね線路の外に物が置いてあると思うんだけど、線路の外にも物が置いてあるけど、ここが車体が通過する部分かな。なんで本当にねここからこっち側に行かなきゃダメらしくて。まあ、こっち側も同じくそうだね、まあ、この辺とか全部下げるんですけど、あそこのフルーツとかも全部下げて、この上の屋根とかも全部ガーガーってなる。観光客が結構ねそういうの知らずにどこにいてもいいんだろうっていうので結構ねなんかあちこち突っ立ってるらしいんですけど、結構ねそれやめてほしいっていうのをね、なんかさっき結構流暢な日本語喋る魚売ってたおばちゃんが言ってました。はい、こんな感じですね。なんでもうしばらく、電車来るのを待ちたいなと思います。メイクロン市場の、こちらですね。こちらのメイクロン市場の、電車通るシーン、無事ね撮影できました。やばい近いびっくりした。ただ臨場感すごいんですけど、やっぱりねどうせならもうちょっと早い時間に来て、電車にも乗って、電車の中から見るのと外からああやってね今回僕が撮ったみたいに両方味わうの方がなんか楽しみが倍増していいかなと思います。僕今回ね11時の時点で他の水上マーケットいたんでちょっといなかったんですけど、その時間帯からねここにいれば両方楽しめるんで、ぜひねここはやってもらいたいなと思います。まあ、むしろねそうした方がいいんじゃないかな。結構ね時間が間隔が空いているので、電車が到着するのと出発するので、なんでその間にこの辺観光地にぐるっと回るとかっていうのもできるので、案外それがいいかもしれないです。はい、ということでね、帰りは僕ここからメイクロン市場からはバスじゃない、ロットゥーかミニバスに乗って帰りたいなと思います。でちなみにミニバス自体が160バーツだったけど、あんま200バーツしないぐらいですで帰れるの で基本的に、バンコク市内どこどこ行きたいっていうのを、僕もさっきね1回あらかじめ行ったんですけど、麻生区に行きたいと、だから、まあ、OKOK
ヤソークじゃないけど、エカ前のバス停で止まるからエカ前で降りなみたいな、全然英語で言われたんで、何言われたか分かってないんですけど、単語だけね、読み取って、そういった形で、バンコクのどこに行きたいっていうのを言えば、ここから乗っていきなっていうことは教えてくれるので、基本的にロッツーでね、160バーツぐらいで買えることをお勧めをします。まあ、グラブだとね、多分1000バーツぐらいかかりますね。はい。楽だと思いますけど、1000バーツぐらいはかかるかなとは思います。でただね、ロッツーで帰るときはトイレが多分、途中できないんだよね。なんで、トイレは注意した方がいいかなと思います。はい、メークロン市場、いかがだったでしょうか。まあ一度ね、皆さん来られる際には、時間に余裕を持って来た方がまずいいっていうのと、時間に余裕を持って遊びに来ても、いろいろとね、見るスポットもこの辺、まあ水上マーケットだけでも3つぐらいあるし、それ以外にも観光スポットはあるらしいので、皆さんね、楽しめるかと思います。はい、そういったところでね、本日のこの動画はここにて、ここメークロン市場にて終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。